1812年ロシア戦役は、1812年に、ロシア帝国が大陸封鎖令を守らないことを理由に、フランス帝国のナポレオン一世がロシアに侵攻し、敗北、退却するまでの一連の歴史的事件のことである。ロシア語の故障については、下記参照。1812年のナポレオン一世による、ロシア帝国への侵攻は、ナポレオン戦争の転換点となった。 この遠征はフランス帝国とその同盟軍からなる新興軍を当初の兵力から2%未満に激減させた。ロシア文化に与えた影響はレフトルストイの戦争と平和や旧ソ連が独ソ戦と同一視していたことに見られる。1941年までこの戦争はロシアでは祖国戦争として知られ、1941年、 以降は1812年祖国戦争と呼ばれるようになった。旧ソ連政府が第二次世界大戦の大祖国戦争の方を強調したためである。ロシアではこの戦争を1812年戦争と呼ぶこともあるが、イギリス及びアメリカ合衆国、カナダでは1812年戦争といえば米英戦争を指す。1812年6月。 ヨーロッパ史上最大の69万1500人からなるフランス帝国の大陸軍はネマン川を渡りモスクワに到達しようとしていた。大陸軍は下記のように分かれていた。加えて8万の国民防衛軍がワルシャワ公国の国境の防衛のために召集された。ロシア国境の全フランス帝国軍も含めたこれらをもって 77万1500人ほどがロシアに侵攻しようとしていた。他にフランス帝国にはイベリアで戦闘中の30万人とドイツとイタリアの20万人以上を超える兵力があった。これは帝国に敵対する他の勢力の兵力を圧倒していた。45万のフランス軍が遠征軍の大部分を形成し、同盟軍が残りを形成していた。 オーストリアから派遣された、シュバルツェンベルクの部隊に加えて、およそ9万5000人のポーランド兵、9万人のドイツ兵、2万5000人のイタリア兵、1万2000人のスイス兵、4800人のスペイン兵、3500人のクロアチア兵、2000人ポルトガル兵がいた。さらに、オランダ、ベルギーからの派遣軍がいた。これらはナポレオンに倒され、 帝国国に再編された国々である最近の説によれば、当初のロシア軍の兵力は、フランス軍より少なかったという。28万人ほどのロシア兵が、ポーランド国境に展開していた。ナポレオンの軍隊と激突する戦争前夜の、全ロシア陸軍はおよそ50万人であった。ここには主要な3個軍団が含まれていた。こうした兵力で、ナポレオン軍とすぐに、 退治できるロシア軍は39万2000人を数えた。さらに首都サンクトペテルブルクの治安維持はスウェーデンとオスマン帝国が行い10万人以上の兵力が使えることになった。こうした対象でロシア軍は規模を拡大させ7万から8万いたコサック兵を含めなくても9月までに兵力は90万人ほどになった。 1812年6月23日に進行は始まった。ナポレオンは作戦前にサンクトペテルブルクへ最後通帳を送っていたが回答を受け取ることはなく、ロシア領ポーランドへの進軍を命じた。ナポレオン率いる大陸軍は基本的に補給物資を現地での集奪に依存し、それゆえに補給部隊に拘束されず迅速な起動が可能となっていた。しかし、 ロシア戦域ではナポレオンは補給を重視し25の補給大隊を編成。現地集奪に依存しない補給体制を整えていた。補給の関係上、大陸軍は補給船が伸びきる前に決着をつける必要があり、ロシア軍の東方脱出を防ぐため国境近辺での包囲殲滅を狙った。それに対してロシア軍総司令官バルクライはフランス軍との海戦を 徹底的に避け、戦力を温存したまま退却を繰り返した。これはしばしば消土作戦の例として使われる。バルクライ軍はドニエプルカハンへと退却し、バグラチオン軍もバルクライ軍と合流するため、北東へと退却した。スモレンスク西方でバルクライ軍とバグラチオン軍が合流し、ナポレオンは中央攻撃軍を指揮してスモレンスクへと急行したが、ロシア軍は 決戦を避けて退却、ロシア軍主力の東方脱出を許す結果となった。フランス軍は当初の戦略だった国境近辺での早期殲滅に失敗、対するロシア軍は戦力の温存に成功しトルコやフィンランドから軍を引き抜き、民兵を動員し決戦準備を整えていた。遊撃隊となったコサック機兵やロシア軍別動隊は、 伸びきったフランス軍の補給線や即配を脅かし、ナポレオンは、後方や、側面防御のため多くの部隊を逆かざるを得なかった。兵力の分散に加え、強行軍に耐えきれずに、飢え、疲労、逃亡などにより脱落する兵士が続出したことにより、中央攻撃軍は15万5千に激減していた。スモレンスクの戦闘後、ロシア宮廷は、決戦を避けるバルクライを解任し、 8月20日に、ミハイル・クトゥーゾフを公認とした。バルクライの作戦の欠点を誇張したにもかかわらず、クトゥーゾフは、フランス軍との交戦で無益な犠牲を、ロシア軍にもたらすことをすぐに理解して、バルクライの手法の多くを継承した。防護陣をボロジノに敷くことにし、9月7日には、ボロジノの戦いが起こった。ロシア軍は9月8日に退却を余儀なくされ、モスクワへの道を明け渡した。 クトゥーゾフは、市外からの撤退も命じた。この時までに、ロシア軍は、モスクワ近郊の10万人を含め、全軍で90万4千人を数え、兵力は1812年の戦役における頂点に、達した。モスクワのフランス軍9月14日、ナポレオン軍は、ヒョードル・ロストプチーン市長によって、すべてのライフラインの供給を止められたモスクワ市外に、入場した。 この時点の大陸軍の兵力は11万であった。ナポレオンはロシアがモスクワを焼き払うと思わず、物資や食料が手に入ることを予期していた。また、アレクサンドル一世がパクロンなやガラで降伏すると期待していたが、入場してみる都市は、もぬけの殻であった。その晩、市内各所で、火の手が上がり、9月14日から18日まで3日に、渡り、燃え続ける大火となり、 大半の建物が木造だったモスクワは多くの貴重な文化財や建造物も焼き尽くされて焼け野原となった。市内で捕虜にしたロシア兵の尋問記録から火災はロシア軍の組織的な放火だったとされている。フランス軍は冬を前にロシアの打倒と食料の入手のいずれにも失敗し、ナポレオンは身体に急した。三度に及ぶ和義提案も虚しく、 フランス軍は海人に返したモスクワ市街で無意な時間を過ごした。さらに、フランス軍をモスクワ市街から追い出そうとするロシア軍の展開を受け、10月19日、ナポレオンはモスクワからの退却を開始した。ナポレオンはモスクワ撤退の際、モルティエ将軍にクレムリーンや公共建造物の爆破を命令したが、大雨とロシア兵への到着のため、3つの塔。 城壁の一辺、兵器庫の一部の破壊にとどまった。ナポレオンは後に、あれより2週間早くモスクワを立っていれば、タルティの近郊に婦人する、クトゥーゾフ軍を撃破できたであろうと解雇している。モスクワ制圧から退却するまでの1ヶ月の間に、兵力はさらに減少。退却時の兵力は十万になっていた。シャルル・ミナールによる図。大陸軍の遠征中の兵力の移動と増減を、 示している。下の表は、撤退時に記録した温度。マイナス30度 R イコール摂氏37.5度。なお、この図は、サンキーダイアグラムの講師としても知られる、ナポレオンのモスクワからの退却、アドルフ残・ノーザン作、1812年、イラリオン・プリアニシニコフが10月24日の、マロヤ・ロスラ別の戦いでは、フランス軍が新勝したが、クトゥーゾフは、フランス軍を、 スモレンスク海道経由の退却へと追い詰めることには成功した。スモレンスク海道はフランス軍がモスクワ遠征の往路に使用した道で、すでに両軍の戦いで消毒化しており、食料補給は望めない状態であった。兵館は滞り、農村でいくらでも手に入るわらを資料とする、ロシア側の馬に対し、補給が必要な円幕を資料とする、フランス馬の維持は難しくなり、 馬のほとんどが餓死するか、食料として植えた兵士に殺された。馬が亡くなったことで、フランス騎兵は徒歩で退却することを余儀なくされた。さらに馬の激減は、大砲と入馬車の廃棄につながり、それは、砲兵隊、支援部隊の喪失を意味した。ロシアに多数の車両を置き去りにしたことは、ヨーロッパ大陸でのフランス軍の兵隊にも後々、大きな悪影響を与えた。 1812年11月初めには、上と、東証、皇軍による疲労で兵士が死に始めた。冬が深まるにつれ気がと、疾病、玄関で、死者、落語者が、相次ぎ、脱走兵が急増したが、ほとんどの脱走兵は捕虜になるか、ロシアの民兵に殺された。クトゥーゾフは、南の脇道を塞いで、フランス軍が別の経路を取れないようにし、 コサック騎馬兵を含むロシア系機兵隊はフランス部隊の弱い部分を絶えず攻撃した。さらにブヤ島、クラスノイ、ポロックでもロシア軍がフランス軍部隊を襲撃し大きな損害を出した。11月3日には兵力は5万に減り、11月8日にスモレンスクに到着した時には3.5万に減った。11月6日、ナポレオンは クロード・フランソワ・ド・マレ将軍が10月23日にフランスでクーデターを起こしたことを知った。11月28日、ドニエプル川の支流ベレジナ川でポンツーン橋を仮設。この時クトゥーゾフは交戦の時期と判断し、大陸軍を攻撃。橋を渡り終えていなかったフランス軍部隊は、ロシア軍部隊に襲撃され多くの犠牲者が出た。この凄惨な戦いを、ベレジナとか作戦という。 この時兵力は3万に低下した。12月5日、ナポレオンはミュラ元帥に工事を託して、ソリで帰国した。ミュラは後に、ナポレオ王国を守るために、ナポレオンの義理の息子だったウジェーヌ・ド・ボアルネに部隊を任せて脱走した。その後は大部隊の残存兵は激減し、1812年12月14日、ロシア領内から駆逐された。 22000名の将兵が生き延びたに過ぎない。最終的に大陸軍は60万から5千まで減った。戦闘によるロシアの死傷者はフランス軍と大差ないが、戦線の通過で荒廃した地域の住民の死傷者は軍隊を上回っている。全体としておよそ数百万人が死亡したとみられ、靴路で当分すると約100万人が殺された。フランス軍は30万人。 ポーランド軍は7万人、イタリア軍は5万人、ドイツ軍は8万人、ロシア軍はおそらく45万人を失った。人命同様にフランスは馬20万頭と、大砲専門も失った。ロシア語で、古事記や、ペテンシを意味するシャロムイジニクは、フランス語のシェール網に語源があり、尋常でない冬の寒さに兵士が、地元住民に物乞いをしたことから来ている。 東急の軍事ギャラリーに掲げられたロシアの英雄の肖像が2012年に祖国戦争200年記念式典でボロジノを訪れ、ボロジノ博物館でボロジノの戦いのジオラマを見学するプーチン大統領。1812年にロシアがフランスに勝利したことはナポレオンのヨーロッパ制覇の野望及び彼の人生に対する決定的な大打撃になった。 1805年のトラファルガーの海戦でフランス海軍が撃破されたようにロシア遠征はナポレオンをエルバ島へと流刑にするナポレオン戦争の転換運転であったロシアにとって祖国戦争は19世紀のロシア人の愛国心に対して大きな影響を及ぼすことになる強化された民族主義の象徴になったロシアの愛国主義運動の間接的結果は デカブリストの乱に始まり、1917年の2月革命で終わる一連の革命へとつながる国の近代化への強い要求であった。ボロディノの戦い200年を迎えた2012年に、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ボロディノを訪問し、モジャイスクとマロヤロスラ別の2都市に軍事栄光都市の地位を与え、以下のように演説した。 ナポレオンはロシアでカンプなきまでに叩かれたわけではなかった。一年後、ドイツの覇権を争う一層大きな大遠征において2万5千の同盟軍の支援を受けた40万のフランス軍を送り込んだ。1813年10月16日から19日のライプツヒの戦いになってようやくナポレオンは敗北し、それでもなお1814年のフランス戦役を継続した。 しかし、対ロシア戦争でナポレオンは、調落が決定的であることが明らかになり、プロイセン民族主義者とロシア軍指揮官の要請で、ドイツ民族主義者がラインプロイセン連合を通じて反乱を起こした。ヒョードル・クジミッチという正体不明の老人が、この戦役から24年後の1836年、 ロシア帝国の首都モスクワから約1 4 0 0トルから1 6 0 0トル東のペルミの近くに現れた。警察からシベリア送りの処分を受けてトムスク付近に定住し、その地の人々から尊敬の念を受けて余生を過ごした。この人物は実は1825年に亡くならずに別人になりすましていたアレクサンドル一世自身ではないかと噂された。 クジミッチは1812年の戦争は大変なものだった。ナポレオンがモスクワに入場した時のことを今でもはっきりと思い出せる。クトゥーゾフ、バグラチオン、将軍たちはよくやったものだというように1812年、ロシア戦役のことを詳しく語るばかりか、参戦した将軍と個人的な面識があったように語ったというに参加していたことは明らかなようだった。 A.B.C. リーン、P.50 t ワーズ・ワース・ポケット・エンサイクロペディア、P.17 ハートフォード・シア1993ゾンイスキー、ページ536ボグダノビッチヒストリー・オブ・パトリオティック・ウォー 1812SPT 1859-1860アペンディックスピアニッシモ492-503ナイジェル・ニコルソンナポレオン1812年 シラスエコ役2 0 0スアニバーサリーナポリアンズインベージョンオブロシアイン1812ボロジノバトルラシャウエセンドニズ S チャンネルありがとうございます